山中城は、三河国の片群山中にあった、戦国期の愛知県内最大級の山城。山中城は、鎌倉街道を北に見下ろし、舞木、山綱の両方から、南行分岐する鎌倉街道を、南の眼下に見下ろす、通称城山、岩尾山、岩尾山とも呼ばれる、標高約195メートルの山上一帯に、築かれている。現在残る遺構は、 徳川家康の関東違法当時のままの姿をとどめ、東西約400メートル、南北約250メートルで、愛知県内の戦国期山城の中で最大級の規模である。戦国時代、大草西の坊に、室町時代より本拠を置き、三河守護二期議長の木材として、勢力を培ってきた西郷氏の築城によると思われる。三河西郷氏の青海入道は、 岡崎明大寺の東矢作にあった、二期吉長の館の東に明大事情を築き、ここにも根拠地を設けた。ついで、大塚は北岸の竜頭山の先端に岡崎城を築いた。この岡崎城は、近世岡崎城の本丸部分と言われる。これによって、西郷氏は、西矢作と、東矢作をめぐる、東西交通のようを抑えることとなった。 大草の館と明大寺城までの直線距離は約8トル明大寺城から山中城までは約9トル山中城から大草までは約6トルの距離である。新編岡崎市市では、山中城を明大寺城、岡崎城の爪の城としているが、距離がありすぎるので、ある時期西郷市の本城としての性格を持ったと見られる。 この西三河の交通の要所を抑えた西郷氏は、まず、岩津を本拠として、勢力を拡大しつつあった松平宗家との対立を生んだ。この圧力は松平宗家の圧迫を受けた西郷氏が、屈服し、松平三代、信仰の五南光重を養子に迎え自身は大草に、引退することで決着を見た。その後、岩津を本拠とした松平宗家は、 今川氏の武将として来航した伊勢新九郎によって岩津城を落とされ消滅した。この時期安城に分岐していた松平近忠によって今川勢は追い払われた。この時期の山中城の状況については不明であるが、岡崎松平は明大寺付近に引き、明大寺城付近で今川勢と対峙したものと思われる。今川勢追撃の伝承についても、 山中城の近くの山、綱町中芝付近に残っている。その後、僧侶家となった安城松平家は松平本家となり、松平近忠、長近、信忠、清康、広忠、家康へと続くことになる。しかし、清康の時代になって、岡崎城に本拠を置く、岡崎松平家との対立が顕著になる。岡崎松平家は三重、親邸。 信貞と続くが、東三河と、西三河をつなぐ安部の道筋を完全に抑えることとなり、松平本家と対立することとなった。大英四年、三代、信貞の時、松平清康の命を受けた、家臣大久保忠重等の奇襲で一世にして落城した。現在本丸に立っている石碑、山中城氏の文字を記号した死者大久保忠原は、 大久保忠重の後営に当たる。山中城陥落後、清安は、最大の功労者、大久保忠重に対して、領内17箇所の支線の徴収権を与えた。忠重は、支線を撤廃して、楽一楽座とした。時に大英4年5月28日、岡崎氏はこれをもって、岡崎開始として、忠重の功績を検証している。大正十三年五月、 岡崎開始四百年祭が、岡崎城市と岡崎市内で盛大に行われ、記念し、岡崎の開始も発行されている。五百三十五年森山崩れで、清安が亡くなると、山中城は、今川市の西三河攻略の拠点となる。天文十七年、今川義元と、織田信秀との二度にわたる小豆境戦時、山中城は、岡城、生田城と共に、 今川軍の重要拠点となり、これ以後、伊王山として、史料上に、たびたび登場している。1560年桶狭間の戦いで、今川義元が撃たれると、松平元康が、久松と四勝と共に攻め落とし、再び、松平氏のものとなる。この時期、太陽田、今川に対する、戦略上、お牛上、岡崎上、山中上、 岩略事情などは大規模な改修がなされたと思われる。1563年の三河一向一揆では一時的一期衆に占領された。1564年以後は、堺忠治が山中を領し、堺氏が維持管理したと思われる。天正18年の家康の関東違法によって、廃城となり、現在に至っている。 現在の定石以降はこの時点の状況をよく残していると思われる。しかし、現在整備されている山中上遊歩道は、王子の城道ではなく、多くは、大正13年5月の岡崎海市400年祭の際に整備されたもので、各クル間の城道も少なからず破壊され、短落されている。現在確認されている上域は、 東西400メートル南北200メートル、愛知県内の戦国期山城としては最大規模のものである。本丸には山中城市の石踏みが地元両家偏成岩の板を使って建てられている。この裏面には死が重鷹の記号になる説明文が刻まれている。本丸からは西北、北、東に広がる三本の尾根の主要部に車を連ね、 西部は二重掘り切りで大根筋を断ち切ると共に三段に渡る大規模な帯狂わで防備を固め、ところに腰狂わ、縦彫りを廃している。縦彫りの多いのも一つの特色である。平成28年地元民を中心に山中城市保存会が発足し、狂わ内の流木の伐採、白道の整備が進んでいる。現在は岡崎市指定史跡。ありがとうございます。